人・物・金をテキサスへ CCIM のルークですアメリカ司法省は9月6日バイデン大統領の次男ハンター・バイデンの捜査を担当しているデイビッド・ワイス特別警察官が銃に関連する罪で大胆神に今月末までにハンターを起訴するよう要請する方針を表明したと。 いうことですまあ、これは連邦地裁に提出した資料で明らかになりましたハンターの捜査では検察とハンター側が違法な住所地の罪などに関して24ヶ月にわたって一定の条件を満たせば基礎を回避できる司法取引で検察側と 弁護団は合意していましたしかし7月末の法廷尋問で税金問題の訴追に関する合意事項をめぐる見解が食い違い住所人に関する司法取引の行方も不透明な状況となっていましたガーランド司法長官が8月ハンターを捜査していたワイス・ 連邦検事を特別検察官に任命しました大統領選挙前に政権から捜査の独立性を高める狙いがありますワイスの事務所は裁判所が提出した処理で迅速裁判法では政府は早ければ来月29日までに大阪神による正式起訴を得なければならない 政府はその期日より前に本件の正式起訴を求めるつもりだとしていると先月言っていましたハンターの弁護団も近く裁判所に書類を提出する見込みですハンターは2018年10月にデラウェア州の販売店で重機を購入した際違法薬物の使用や 依存性にはないという嘘の申告をしていましたこれは連邦法上の犯罪となります検察は一部の容疑は今年10月に時効を迎えると述べています今年7月の裁判裁判所での審理で判事から厳しい質問が飛び合意は 成立しませんでしたその後も検察とハンター側は交渉を続けましたが、まあ、行き詰まり先月にはガーランド司法長官がワイスを特別検察官に任命する流れとなったわけですワイスは住所地以外にも税金関連の罪でカリフォルニア州や首都ワシントンでの 基礎を検討していますハンターは納税期限をたびたび守らず最終的には罰金や利息分とともに約200万ドル日本円で約2億9500万円を納税していました。共和党はハンターが父親の名前を 海外ビジネスに利用して不正に利益を得たなどと主張し司法省がハンターを特別扱いしていると批判していますバイデン政権への攻撃材料にしています今後もアメリカの下院ではこの件についての追及がどんどんされます そうなるとバイデンの弾劾裁判ということもありえもしかすると民主党バイデンをもう高齢とかいろいろな問題で下ろしてその代わりにミシェル・オバマが出てくるのではないかという気がします。とにかく来年の大統領選挙はかつてないほど いろいろなことが起こると思われます全く目が離せません以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします